ソフィアチャンネル。なわけあるかい。へえ、そんなことがあったの。そうなんだよ。もう少しで新機能追加で楽しめたのにさ、もし先にアップデートできてたらチルノちゃんとかに自慢できたのに。まあ先に楽しむのもいいけど、みんなと楽しむのもいいわよ。まあそうなんだけどさ。は？みんなと離れたくないな。こんなに楽しいところなのに。嫌だよ。みんなと遊んできたら、それも一人で遊ぶの慣れたし、別にいいよ。みんなと遊ぶ方が楽しいかな。そうよね、コア。コア、大丈夫。あ、はい。何ぼーっとしてんのよ。すみません。しょうがないわね。フラン、悪いけど二人っきりにさせてくれる。はーい。悪いわね。コア、元気出してね。あ、ありがとうございます。妹様。たまには一緒に遊びましょうね。はい、ぜひ。それじゃあコアお願いね。え？ありがとう。妹様。昔よりだいぶ大人になりましたよね。そうねー。あんまりわがまま言わなくなったかも。やっぱりみんなのおかげですかね。そうね。そうに違いないわ。それじゃあ話してもらおうかしら。なんかあったの？パチュリー様。実は、私、幻想郷を離れることになりました。え？どういうこと？私たち三頭身は神殿で世界を管理してきました。しかし私たちの力は、周りに大きな影響を及ぼすことがあるのです。それが起きないようにするために神殿がありました。本来神殿からは出られないのですが、邪神の襲撃により神殿は滅び、私たちは自由の身となりました。幻想郷にいること自体許されないのですが、ソフィアの力によって無理やりことの変化が起きないよう抑え込んでいました。しかしそれは完全ではなく、徐々に変化が起き始めていたのです。いつかは離れることにはなっていましたが、幻想郷の神々がそれに気づき始め、私たちをすぐにでも追放するべきだと判断し、私たちは幻想郷を離れると決意しました。おそらく今ソフィアも鬼神を話していることでしょう。もう決めたのね。はい、わかったわ。私にあなたを止める権利はない。いつ出発するの？明日には。結構急ね。もう少しゆっくりできないの？私もそうしたいですが、みんなで決めたことなので、ゆっくりしてしまうと決意が揺らいでしまうので。そっか。じゃあ今日はみんなで楽しく過ごしましょ。ゼミーたちにも伝えなきゃね。はい、ありがとうございます。そうかい。そりゃ寂しくなるわね。もう戻ることはないだろう。あんたとはまだ一戦しかしてないってのに。一挙戦っておくか。そうしたいところだが、最後なら一緒に楽しく過ごそうかね。地霊殿でいっぱいどうだい？それも悪くないな。ゆかりも誘っておくぜ。それにしてもあんた本当に話せないわね。ふぃ。成長してるの？まあでもそんな月日は経ってないか。どのくらいで喋れるようになるのが普通なのかしらね。ふぃ、ふぃ。そんな焦るなって。わかったわよ。にしてもソフィア遅いわね。あれから全然帰ってこないじゃない。なんかあったり。わ、さすがにないか。霊夢さん。あらさないじゃない。珍しいわね。どうしたの？大変です。ソフィアさんが、みんなが、幻想郷を離れるそうです。早く見つけてください。ちょっと落ち着きなさいよ。ソフィアがいなくなるって、そんなことあるわけないじゃない。さっき諏訪子様とかな子様から聞きました。どうやら幻想郷の神々たちがソフィアさんたちに対してよく思ってなかったらしく、追放を命じたらしいです。もし残るなら全勢力を使って潰すって。それ。本当なの？でもそれで言うこと聞くはずが。いいですか、霊夢さん。もし逆らえば諏訪子様もかな子様も敵になってしまいます。その人たちの言うことは絶対なんです。諏訪子様たちも逆らえない。私たちも標的にされるかもしれないんです。じゃあ、それが分かってソフィアたちは。ええ。きっと私たちを守るためです。いついなくなるかわかりません。急いで探してください。わかったわ。ミネお願い。ふぃ。ごめんね、ミネちゃん。大きな声出しちゃって。怖かったよね。ふぃ。きっと大丈夫だから。みんな、もう話してるんだろうな。私に、そんな勇気ありませんよ。もし知ったら、怒るだろうな。ええ、怒ってるわよ。霊夢さん。やっと見つけた。どうしてここに？私がここにいるってことは、もうわかってるんでしょ？そうですか。誰から聞いたんですか？さなえよ。さなえさん。
なるほど。諏訪子さんたちですか。あんた、幻想郷を離れるんだって。はい。約束したのに。すみません。私ね。はい。本当はあんたを怒鳴りつけようと思ったんだけど。まず、あんたの気持ちを知りたいわ。どう思ってるの？仕方がないことだって思ってる。あんたいつも平気そうにしてるけど、本当は、辛いし、泣きたいし、頼りたいんじゃないの？確かに立場上、みんなを引っ張っていかないとダメだもんね。私もね、いつもそうだったわ。白霊の巫女だからって、私も逃げたいし、気持ちをぶつけられるような人もいないわ。戦力として頼ることはあってもね、心は、どこか寂しかったわ。私は、本当は、みんなと、別れたくないです。幻想郷も、みんな、大好きですから。でも、私には役目があります。本当は神でなんて言いたくない。普通にみんなと過ごせれば、それで私は幸せなんです。どうして、みんなと離れないといけないんですか？嫌ですよ。霊夢さんとも誰とも、離れたくないです。ちゃんと言えたじゃない？ソフィア、あなたは人の心を持ってるわ。たとえ神でも、心はみんなと一緒よ。その気持ちを知れてよかったわ。本当の気持ちを、まったく、泣きたいのはこっちだっつーの。それで、いつ出発するの？明日には。そっか。ミネはどうするの？お願いしても。いいですか？任せなさい。すみません。別にいいわよ。私がしっかりした真面目な子に育て上げる。あんたみたいなおバカさんにはしないわ。どういう意味ですかそれ？だってそうじゃない？確かにそうですけど。これで可愛いミネを独り占めできるわ。神殿からずっと見てますからね。ミネが喋る初めての言葉は霊夢になるのかしらね。なんならママって呼ばせようかしら。我が子を奪う気ですか？血も涙もない。心配しなくても、幸せにしてみせるわ。ありがとうございます。よくよく考えたらなんですが、もうレミーとかパッドって喋っちゃったんですよね。教えたのマリサだっけ？はい。後で殴っておく。お願いします。パチ。レミー、みんなと楽しんでなくていいの？それはこっちのセリフよ。コアに聞いたけど、よく引き止めなかったわね。私に引き止める権利なんてないもの。あの子が決めること、あの子の人生だもの。確かにそうね。でも、言ってほしくないって言葉だけでも伝えるべきだと思うわ。私たちも寂しいけど、パチが一番寂しいでしょ。レミー、私強がらなくてもいいのよ。泣きたい時は泣けばいいし、言いたいことがあれば言えばいいのよ。やって後悔するより、何もしないで後悔する方が、絶対に辛いわ。たとえ離れててもコアは家族。そうでしょ？え？消えるわけじゃない。目の前の現実から逃げたくなる時だってあるわ。逃げたっていいのよ。ただし前向きに。ね。私、泣いてもいい。もう泣いてるじゃない？ほら。なんで私から離れちゃうのよ。怖。いやよ。私、きっと壊れちゃうわ。お願いだから、いなくならないでよ。私のそばから離れないでよ。パチュリー様、本当に、申し訳ございません。私は、パチュリー様と一緒に過ごせて、幸せでした。大好きです。パチュリー様。レミリアお嬢様、妹様、今まで本当にありがとうございました。しっかり休めるときは休みなさいよ。はい、ありがとうございます。いつまでも待ってますから、もし帰ってこれたら私を起こしてくださいね。寝てる前提かよ、起きてなさい。こわ。とても寂しくなるわ。あっちでも元気でね。もし帰ってきたら美味しい料理ご馳走するわ。咲夜さんの料理美味しいですからね。とても嬉しいです。本当にいなくなっちゃうの。すみません。いつ会えるかもわからないですが、ずっと私はコウマ館の住人です。さすがね、こわ。それでこそ私の家族よ。私、家族が減っちゃうなんて嫌だよ。もっといっぱい遊んでればよかった。その
気持ちだけでも十分ですよ。妹様、今後どうなるかわかりませんか。妹様は笑っていてください。私はその方が嬉しいです。うん、約束する。コアのために私は笑い続けるわ。はい、あのお嬢様、カチュリー様は今はそっとしてあげなさい。お嬢様、どうしたの。それをカチュリー様にお願いします。これは、ふふふ、わかったわ、任せなさい。ありがとうございます。それじゃあ、復帰します。コア、どうかお元気で。頑張るわよ。ずっと待ってるからね。いってらっしゃい。コア。おい、見送ってくれないのか。どんだけ酒弱いんだよこいつら。元気でな。私を忘れるなんて浮気でもしてるんですか。付き合った覚えはないが、途中まで見送ります。悪いな。まだ仕事があるのでここまでにします。気を使わせてすまなかったな。いえいえ、こちらこそ申し訳ございません。どうかお元気で。ああ、お前もな。一つだけお願いがあるんですが、いいですか。なんだ。離れていても私のこと忘れないでほしいです。当たり前だろ。お前を忘れることも見捨てることもしないさ。だってよ、友達だろ。早く行きなさい、遅れちゃいますよ。じゃあな、悟り。どうか、お元気で。おいおい、冗談じゃなかったのかよ。ボケ担当がいなかったら今後どうするんだぜ。私ボケ担当だったんですか、ソフィアさん。寂しいです。私、お姉さんとして憧れていたんです。私もソフィアさんみたいに優しく強く。サナエさん、ありがとうございます。そんな風に思っていてくださってたんですね。サナエさんは私の妹です。みんなの前では恥ずかしいですって。ふふふ、別れの日が来るなんて思ってなかったわ。なんて言ったらいいか。お気持ちだけで十分ですよ。もしいつか戻れる日だったら、その素敵な人形をいっぱい見せていただきたいです。もちろんいいわよ。実際見せてあげるわ。なんなら作ってあげるわよ。それじゃあアリスさんの家に遊びに行きますね。いつでもお茶とお菓子用意しておくわね。よし、今から行きましょうか。お菓子に当てていきます。ソフィアさん、あなたに強さとは何か教わりました。それを忘れないよう大切に生きます。どうかお元気で。ヨウムさん、あなたは強い心をお持ちです。守るための力はどこまでも強くなれます。大切な人を手放さないように。ユミコさんをお願いしますね。で、逆にユミコ様のために強くなってるわけで。あんたわかりやすいのよ。本当ですか。そうね、確かにな。それじゃあ顔に出さないよう鍛錬をしています。方向性を間違えないことを祈ります。皆さん本当に今までありがとうございました。これ、永遠生のみんなからとニトリから。あ、ありがとうございます。あとこれもヨウムから。全部あんたの大好きな甘いものよ。珍しくユミコ様にも手伝っていただきました。少しつまみ食いされてしまいましたが、本当に嬉しいです。一人で全部食べますね。みんなと分けてくれや。それじゃあ行くか。そうですね。ソフィア、このハンカチ。あ、これ霊夢さんがパクってたんですね。お前から預かったんだよ。やだなぁ、冗談ですよ。これまた借りててもいいかしら。いいですよ。あんたが取りに来るまでずっと持ってるから。返してもらいにしなさいよ。強制的ですね。取りに来るって約束しなさい。はい、約束します。必ず。それじゃあ行きますね。お待たせしました。行きましょう。もういいのか。はい、わかった。マシン頼む。わかった。よし、いつでもいいぜ。さすがだ。あ、ゆめちゃん、起きちゃったのかしら。ほら、ママにまたねって。ママ、ソフィア、この子喋ったわよ。ほら、もう一回よ。ゆめママ、ほら、聞こえた。霊夢さん、ゆめを、よろしくお願いします。任せなさい。キチンさん、マシンさん、行きましょう。あ、ゆめさん、また行くか。じゃあな。今まで、本当にありがとうございました。皆さん、大好きです。皆さんや幻想郷への愛は、永遠です。行っちゃったか。
霊夢さん、私もゆめちゃんのお世話手伝いますからいつでも言ってくださいね。私も遊んだりすんにょん。お人形遊びとか好きかしら。なら私は新しい言葉を教えるか。お前は余計なこと教えるな。なんなのぜ。こんなところにいたのね。怖から手紙を預かってるわ。私だよ、夢はね。こんな感じの夢じゃない。まずはじめに、今まで優しく接していただきありがとうございます。こんな感じで過ごした日々を私は決して忘れません。お嬢様、かっこよくて、優しくて寛大な方、妹様や家族を思う気持ちは世界一です。たまにはそんなところも大好きです。妹様、いつもみんなを笑わせてくれたり楽しませてくれたり、こんな感じの中ではムードメーカーですね。最近大人になってきて私も嬉しく思います。桜さん、メイドさんでかっこよくて、美しくて、お料理も最高に美味しいです。たまに見せる笑顔がとても素敵です。メイリンさん、いつも寝ているイメージはありますが、風でいろいろみんなのこと気遣ったり、優しく強い方だって知っています。でも、起きていないとまた桜さんに怒られちゃいますよ。怒られているメイリンさん、可愛いです。そして最後にパチリー様、最初から最後までよく見ていただきありがとうございました。勉強熱心で真面目で、私を一番に頼ってくれて、とても嬉しかったです。そんなパチリー様を心から尊敬しています。パチリー様のそばにいれないことが心残りです。なんか、うまく伝えられないですけど。手紙ってなんか難しいですね、アハハ。パチリー様、どうかお元気で。皆さんのこと、よろしくお願いします。大好きです。コウマ館の秘書、小悪魔より。視聴者の皆様、最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。よろしければ、高評価、チャンネル登録、Twitter フォローよろしくお願いいたします。あら、峰も一緒に視聴者様に、お伝えしますか。